うちでやってみる？トリニティ。舞台は大手出版社クンプー社。編集長の早見は配管機器の雑誌トリニティ存続のため新人編集者高野と共に動き出す。トリニティが潰れたらさ、他の雑誌は震え上がるだろうな。しかし彼らは会社の権力争いと陰謀の渦に巻き込まれていく。もう先生には近づかないでください。新しい才能を諦めなきゃいけないんでしょうか。一瞬で切られるぞ。こんなもん絶対無理だ。才能を集めればまだまだ雑誌だって戦えるんだから、面白ければ目玉は何個あったっていいんだから。熱き男の思いに動かされ危機を乗り越えた彼らには想像を超える感動が待っている。いや、この笑顔を信じてはいけない。結局この人の仕掛けにはまった。あなたはすでに騙されている。お前こんなこと考えてたのか。くせ者だらけ、騙し合いバトルの幕が上がる。正気かよ。おい、こんなやり方許せません。改革のスタートを祝って。まだ逃がしませんよ。要するに全部嘘や。裏技、戦争だな。たぬき黙らせろよ。登場人物全員嘘をついている。衝撃の結末を見届けよ。騙し絵の牙。人を騙してそんなに面白いですか。めちゃくちゃ面白いです。